解き直しってことは復習してるわけだよね、はい、なんで3割落としてんのか気になりますよね。武田塾チャンネル、武田塾教務長の中森です。武田塾お茶並み村高校社長の太田です。中森先生、はいはい、過去問の解き直しって結構やっぱりこの時期重要になってきますよね。投稿されてる頃はそろそろ入試終わってるかもしれないけどね。確かに、はい、考えてなかった、うん、まあでも解き直しする時にコツって何かあります？点数じゃないってことですかね、気にするのは。結局解けなきゃいけないところが解けてるかどうかとか、はい、うん、そういうところかなとは思いますので。じゃあちょっと今日の質問なんですけれども、うんうん、過去問の解き直しをして7割くらいってどうなのでしょうか、うん、どうなのって言われても、まあそうね、解き直しだとしたらよくはないんじゃないかな、ね、どこの入試問題かにもよるんだけど、はい、まあ、でも答え一回見てるわけじゃないですか、はい、で解き直しってことは復習してるわけだよね、はい、なんで3割落としてるのか気になりますよね。そうですね、どうやっても今の実力じゃあがいても取れない3割だったらまあしょうがないと思うんですけれども、一回やってあれどうしたっけっていうことはやはり復習が足りてなかったり、うんうん、その間のレベルの向上が具合が足りなかったりとか、そんな感じなんですかね。まずその過去問とかを解いた時っていうのは、うん、やっぱり合格最低点とか自分の中で目標点があるはずじゃないですか、はい、そこそ難関大学だから5割ぐらいの入試でそこで7割取れてるんです話だったらそれはいいんじゃないって話になると思うんですよ、はい、でも例えば9割必要な試験7割って言われたらやばいじゃんって話になるわけですよね、うん、解けなきゃいけない問題も復習できてないじゃんって話になっちゃうわけなんです、はいはい、プラスその取れてる7割で落とした3割っていうのをやっぱりちゃんと分析して、まず解けてない3割の中に解ける問題はないのって話ですね、うん、解けたはずなのにやっぱりまた間違えちゃったんです、はい、うん、だし解けた問題の中に覚えちゃってたものはないのかっていうところ、うんうん、本当に本番で解けるようなやり方でしっかりやってるのかっていうことは意識した方がいいかなと。そうですね、うん、思います。こういう質問を、する人とかやっぱり実際多いんですよね。点数に気を取られちゃって本当に力つけるためのことはこう意識が向かなかったり、具体的に言うと合格最低点超えましたって言って、まあ、生徒が結構喜んでたりすると、喜ぶのは全然いいんだけど、それを本番で取れるのみたいなところですよね。解き直しって普通に点数上がるの当たり前なんで、はい、うん、そこがすごい気になりますよね、うんうん、まあ、実際本当にできなかったところがどういうところなのか、それは本当に取れないものなのか捨て物なのか、うん、それともただの自分 の、 その知識不足なのか、うん、そのあたりを確認するために過去問っていうのがあるの で、うん、でそのまあ自分が 取るべきところが取れなかったらそのための対策として、単語足りないだったらシスタン、うん、文法足りないっていうんだったらネクストとかファイナルとか、そのあたりで自分がやってきた参考書を見直して、でもう一度力をつけてからまた戻ってくると、そして解き直しして、まあ、9割ぐらい、まあ、満点ってのはきついだろうから、はいはいはい、まあ、9割ぐらいまた取れるように、うん、しっかりとブラッシュアップを重ねていくっていうのはいいですかね。そうですね、7割くらいっていうのはやっぱりその、まあ、目標によるし、その本来取りたい問題とかにもよるっていうところですかね、はい、だからね、それが本当に実力で取れるようにと点数で、しかも志望校に合格取れる点数だっていうならいいんじゃないですかっていう。そうですね、ですね、だけど当然その中でも基礎で落としてる問題があるのはそこはやっぱりちゃんとやってほしいし、はい、うん、ところなんで、まあ、あくまでも目標を、ね、前提にその7割で目標に対してどうなのかっていうのをベースに考えてくれるといいかなと思います、はい、では、はい、本日は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。